最近僕いろんなセミナーとか勉強会で結構この質問もずっとしてるっていうのがあって昨日もセミナーおとといずっと聞いてるんですけども今の日本や世界に対してどう思ってるのかっていうことなんですよね。今の日本とか世界に対してどう思ってるかってことを結構聞いてて東京とか大阪とか名古屋とかいろんなところで結構そのどう思いますかってことを聞いてるんですよね。でどう思うかっていうのはその良くなってると感じてるか悪く,くなってるかって感じてるかっていうことなんですよね。 で例えば世界とかで考えた時に人類は全体的に悪い方向にいってるんじゃないか環境が破壊されて人口減っていくかもしれない、まあ、人口今増えてるけれども全体的に悪くいってるかもしくは日本はいい方向にいってるかどうかっていうことなんですよね。でこれはいろんな考え方あると思うんですよね。世界はははいいいい方向ににっっててるるかかもももししれれなななけど日日本本悪く逆 良くなってて世界は悪くなってるとか両方とも悪くなってるのか両方とも良くなってるのかみたいな感じなんですねでここに関しては別に正解は特になくて別に僕は悪くなってるとかってことは言いたいわけじゃないんですよね現状を感じていや絶対良くなるんだって信じるっていう気持ちも大事だと思うしでもやっぱりなんか 悪いこともたくさん起こってるから変えてこうみたいな気持ちも大事で結構いろんなとこで勉強会とかやってますで、例えば他にも面白いのが名古屋とか東京とかでセミナーするときに名古屋の方とかに名古屋は良くなってると思いますかとか聞くわけなんですよねだからちなみに名古屋の方はかなりポジティブ、えー、3分の1ぐらい良くなってると思うって低揚げなんですよびっくりした東京とかほとんど低揚げない <laughs> 東京は日本にとって悪い影響を与えていると <laughs> 100人おって3,4人とか手上げたの東京は悪くなってるってみんな結構思ってるみたいな感じなんですよねじゃあこのメンバーちょっと聞いてみますね世界で考えますね世界が良くなってるか悪くなってるかで例えば良くなってるっていうのは 持続可能な地球とか人類は幸せな方向に行ってるとかそういう感じね悪くなってるっていうのはなんか持続可能じゃなくて滅びる方向に行ってるとか人類は不幸せな方向に行ってるかということですねちょっと質問しますね世界はいい方向に行ってるなって思う人はどれぐらいいますかねあ少ない15人中2人ぐらいなんですねこれはいはいはい15人ぐらいで2人ぐらいじゃあ残りははい世界は悪くなってるなるほど,はははははなるほどじゃあ次の質問ですよね日本に関して 日本がいい方向に行ってるか悪い方向に行ってるか日本はいい方向に行ってるなって思う方あ増えた日本はいい方向に行ってる <laughs> なるほど日本は悪い方向に行ってると思う方はははなるほど10人中5対10ぐらいになりますねこれだったらね正解とかなくてどっちってのはないんですけどこれね面白いのが10代の今の 若い人たちに質問してみるるとすすすごく残念な結果なんででよよねね大学受験塾ミススターステップアッププア、ね、いろんな塾生いたりしますけども大体ざっくり100名ぐらいだとすると世界が良くなってるっていう風にして思ってる塾生って1人とか2人とか、まあ、もちろんちょっとミスターステップアップに来る子の偏りはもしかしたらあるんかもしれませんけどねでも日本に関してもそうなんですよね100人ぐらい,いて良くなってるって思って1人とか2人とか。か全体的にやっぱね 若い世代になるほど、悪い予感っていうのは強くなってるのかなって思うんですよね。それは致し方ないと思います。彼らがそのインターネットとかテレビとか新聞とかで見るニュースっていうのは多分ま親から聞く情報学校の先生から聞く情報ですよね。そのポジティブな情報ってあんまないと思うんですよね。まあ大人になっていって。 いろいろ勉強していったりするとあ日本こんないいとこあるじゃんとか世界もこんないい人たちいるじゃんとかっていうことに気づいていっていい予感を持てるようになっていく面っていうのはあると思うんですけどもでも大体そのマスコミとか学校の先生とかから聞く情報っていうのはネガティブな情報っていうのは多いと思うんですねだからねそうなるのも致し方ないなとは思うんですけどもまあ私個人的な意見としてですよね大事なことっていうのが今の世界に関してまず 現実をちゃんと見るってことですよね現実を見るちゃんと現実を見るっていうことは大事だと思います今日本でどんな問題起こっているのかとか世界でどんな問題起こっているのか見るかっこ知るとも言えるこれは、うん、知らない間に起こってるやばいことが多いわけなんですよねっていうのと もう一つ私たちの身の回りでこう起こる現象とか出来事をちゃんと見ていくっていうことは大事だと思います。それは例えば家族の問題であったりだとか、会社の問題であったりだとか、自分がこう通勤してたりだとか通学してたりだとか、いろいろこう電車の中とか。 その街中でこう起こる出来事とかニュースで起こる出来事を見ていったらですよね。まあ、だいたいこう、良くないんじゃないのかなって思うことが多いと思うんですよね。多分、自分の会社で何の問題もない、トラブルもない、そうやてはうまくいってるっていう方は多分少ないと思うんですよね。なんか人間関係で愚痴っぽい人が周りにいたりだとか、家族でこう、奥さんとこう、うまくいってなかったりだとか、子供がなんかちょっと病気がちであったりだとか。 なんかいろんな問題とかトラブルとかっていうのがあってそういったところから目を背けずにやっていくっていうことは大事なんじゃないのかなということは思います。で現実を見るっていうこと知るっていうことそしてもう一個大事なのは何とかなる何とかなるんちゃうんかなっていう他人事。 ではなくですね他人事じゃダメなんですよねこれ世界で起こってる問題とかも。で日本とか人類とか世界っていう風に見た時に起こってる出来事っていうのはだか他人でではないわけないんですよ例えば地球のなんかねガテマラの火山が大噴火したとかニュースになってたりするんですよね。ふーんって感じじゃないですかガテマラで火山噴火したって結構関係あるんですよ実はガテマラで火火山噴火することっていうのは。 なんでかって言ったら大ききい火火山ががバーンとと噴噴すするま散らかされますそれが雲に乗ってバーッとやってくると日本の,この太陽光を遮断されるんですよねだから例えば江戸時代に来た飢饉とか不作とかで例下太陽の照りが悪くて作物取れないっていう現象があったりするんですけど実はその世界のどっかの火山が噴火したことがきっかけあったりするんですよ。 だから実は世界の火山が噴火するっていうのは結構その世界中に影響を与えたりするっていうことがあるんですねだから他人事ではなくいろんな起こる問題が何とかしようですよねと行動していく ことが大事ななんじゃないのかなと思いますできることは限られてるんですよね人間が一人の力ででもなんか自分にできないことがないのかなっていうふうにして考えて行動していくってことは大事だと思うんですねこれは大学受験塾のミスターステップアップの塾生にも言ってますこれは熟成のは勉強すするしかないんですよこれは。でも実は自分が勉強するっていうことは。 世のため人のたためめ人に必ず役立つということなんですよね知らなかったらやっぱりわからんんっていうのは多いわけなんですよで受験勉強で学ぶ知識っていうのは例えばねなんか数学の三角関数とか2次関数3次関数とか大人になってから使わんかったりする知識サインコサインタンジェントとか女も使うんかよみたいな知識は多いんですけどもでもいや数学とかを勉強することによって培われる論理的思考力とかっていうのは役立つんですよね。 国語で何が正解かとかね選ぶんだりするのも絶対役立つんじゃないのかなっていうのは塾生には言ってるんですねだからみんなが今勉強していることっていうのは世界に役立ってるんだよって、まあ、思っているなら世界中見た時にですよね勉強したくてもできない子どもたちがたくさんいるだからそういう子どもたちのためにみんな勉強する使命っていうのを背負ってるんだよみたいな話を塾生たちには一つしてるんですよねで やっぱ世界のその問題とか日本は良くないと感じているのであれば、なんかやっぱりしていった方がいいわけなんですよね。それがやっぱり勉強ということであり、みんなはやっぱり世のため人のために。 生きるる何か使命があるっってていうことなんですすよねそれを言ってます私はね占い師としていろんな人の相談に預かったりとか勉強会やったりとかセミナーやったりとかしてるんですけども例えば占いですよねこれ開運するっていうのは自分がこううまくいく流れがうまくいいとかいい状態っていうのは確かに開運の一つの定義なんですけどもでも本当の意味での開運とは一体何かって言ったらこれは奉仕の心に目覚めることなんですよね誰かのために生きて自分の現実もうまく生きてる状態っていうのが 開運なんですよこれはつまり自分だけうまくいってお金持ちになったハッピーっていうのはやっぱりしっぺかしくるんですよね特にそういう時代だと思いますこれは自分さえうまくいけばいいっていうそういう考え方ではなくて本当の意味で長く続く幸せとか開運っていうのは誰かのために生きている状態世のため人のために生きている状態っていうことなんですねっていう話をすると大学受験塾ミスターステップアップの塾生から必ずレシスモンがあるんですね何かって言ったら 世のため人のため生きるって言っても何やっていいか分からんっってていいいううなんんですよ何やっていいか分からんどうしたらいいかかからんしかも漠然と思うけども実感がないみたいな今こうやって勉強しててもそれがほんまに世のため人のためになってんのっていうのがなんかよく分からんという熟成がすごい多いんですよね。でそういう熟成とか子供たちにして言ってることあってな当たり前って言って。 勉強しててうわむっちゃのため人のためやってるなとか多分頭おかしいと思ってそれはって <laughs> <laughs> 掃除してて読んだ人のためになってるなとか多分実感することっていうのはないのかなといやもちろんこの動画を見てる人の中にはそういう実感を持ってやってる人もいるかもしれないそれはそれで素晴らしいいいことだと思うんですけどもそうじゃない人も多くいると思うんですよね。でももそうじゃないで僕自身も 18歳とか19歳の時に北極老人と出会っていろんな話を聞くうちにあなんか自分のためじゃなくて世のため人のため行きたいなってことを思ったんですよねで今世界とか日本の現実を見た時に多分いっぱい問題が出てくるだろうその何か問題とかを解決できるような人間になりたいなってことを思ったんですよね18歳の時にだから僕は受験勉強する時に机の前に世のののたたためめ人っっててていうのをバンと書いて貼ってたんですよあちなみにね気持ちのせて書くのが大事なんですよね 世のため人のたためめ人にやるぞっつってなんかねこう汚かってね刈り替えたりするんですよねああいうのねなんかねこの字汚いから嫌や,やみたいなあんま気持ち乗ってないんですよそういうのは綺麗に書こうとすると気が抜けてくるんですよねああいうのってねだから汚くてもですよね気持ち乗せてバンと書いて貼っとくのが大事なんですけれども昔からですよね受験生をねそういうことやって勉強したりしてたんですけどもいやそう思ってたんですよ世のため人のためってでも彼らと同様に何やっていいか分かんないですよね世のため人のためって言っても。 でもねそれが18歳19歳で今年でまあ35歳になりますけども17年近くですよね人生の半分ぐらい本局老人と出会ってそうやって生きてきて今どう変わったかって言ったら自分のやってることとか勉強してることが世のため人のためにつながってんねんなってことがリアルににかるよようになったんですよ本当にそれはリアルに分かるようになったんですよね。あなんやって今俺が勉強するとととかかこの場をよくししようと掃除したりとか もしくは目の前の人の占い鑑定したりするっていうことは世界を良くすることに繋がってるなって絶対繋がってるっていう確信を持ってるんですねそれは北極流一門ユニワ塾でまあユニワ塾ですよねうちの会社で働いてる人間っていうのはみんな多分そう思ってるんですよねみんなっていうのは長くやってる人ははっきりそう思ってると思いますこの間ユニワのサービスですよね北川くんとも話してたんですけども北川くんが熟成に言ってたのかな自分がサービスをやって誰かに美味しい料理を届ける 光のご飯を届ける。それは日本や世界を良くすることに絶対つながってるって確信してますってことを言ってたんですねそれは本当に確信しているものの発言として言ってたでも僕も同じ気持ちなんですよね占い鑑定やっててそれはね別に思ってるわけじゃないんですよ。例えばいやーなんか俺本当にこの人の人生相談乗ってこの人幸せになってとかじゃなくていや同時に思ってるのがいやでも 俺一人が人の人生変えることできへんよなってのも実は同時に思ってるんですよねこれはうんいやこれは占い鑑定来られたお客さんもいて俺が幸せにできないとか言ってるわけじゃなくて自分ができることは絶対限られてるっての思ってるんですよだから占い師の人とかそのカウンセラーとかそういったスピリチュアルなことやってる人が私はこんなにたくさんの人を幸せにしてきたっていうのは僕は嘘やと思うんですよね人一人変わる もっと言うと変わるのは結局やっぱ本人の力だと思うんですよだから占い師がですよねどんなに優れたアドバイスをしても行動するしないっていうのは本人にかかってきますだから、まあ、もちろんその行動に、ね、促すような焚き付けであったりだとかそういったモチベーションを高めるっていうのも僕らの仕事の一つやと思うんですけども、まあ、最終的にはその人自身というところもある人一人変えるのは 本当に大変なななななここととんんじゃないのかなっていうことを思うわけなんですね先日もある知り合いの経営者の方から聞いたんですけども誰でも知ってるような有名な企業の会社の社長さんとすごい仲いいんですねその人がで1,000億円ぐらい自由に動かせるとその人は <laughs> 月に使えるんですねなんかペンチとか災害が起こったら何十億とか寄付できるんですよその人はそれはそれで素晴らしいんですけどねでもその人が言うには人を変えることはできないって。 仕組みを変えることもできないってで結局世の中は仕組みで動いてるし人で動いてるから1,000億自由に動かせても一時的に何かを良くすることができても根本的なななものを変えるここととはでできいいってことを言ってて言たたみたいなんですよねそれはねその経営者の人ですよね私のその知り合いの経営者の人はこっちでいいこと言うなって思ったっていうことを <laughs> なんかちょっと上から目線的に言ってたんですけれども <laughs> ほんまその通りかなっていうのは僕も思ったんですよね。結局 政治を行うのも会社系するのも人間です仕組みですでやっぱり仕組みと人が変わらんかったら何百万円ボンと投入しても一時しのぎなわけなんですよねリーマンショックってあったじゃないですか2008年にであれはアメリカのその経済ですよね産業の仕組みの問題の蓄積によって起こったことですねでリーマンショックが起こって その後に実は第二のリーマンショックが来るんじゃないかっていうのは結構いろんな経済評論家の方が言ってたりしますでなんで第二のリーマンショックが来るって言われてるかって言ったらアメリカの産業とか経済の仕組みが別に変わってないからなんですよだから再び負の蓄積は絶対溜まるから同じことは起こるに決まってるっていうことなんですよねこれはだからそれは第二第三のリーマンショックか第三はないかもしれんけども絶対次のリーマンショックが来るんじゃないかってで それをまあ一時しのぎ一時しのぎしているような状態なんですよねアメリカの経済っていうのはだから、ね、一時しのぎっていうのは負の蓄積が溜まっていくっていうことだから次の波は大きいんじゃないかってで2008年のリーマンショックってのは当然日本の経済にも打撃を与えたけれどもアジア圏内っていうのは比較的このリーマンショックの打撃っていうのは小さい方なんですよねだから第3の次のリーマンショック来るときはアジア圏にも結構被害が来るんじゃないのかということをおっしゃっている経済評論家の方もいたりするわけなんですね まあ話元と戻すと結局仕組みとか人の心が産業であったり政治であったり経済であったり環境を動かしているわけなんですね。だからそこから変えていかないと何か変えることはできないんじゃないのかっていうのが僕らの結論なんですね。